ドルーリーズ・ブラフの戦いは、南北戦争初期の1862年5月15日、バージニア州チェスター・フィールド軍で、半島方面作戦の一部として行われた、戦闘である。鉄装交換アセス・モニターやアセス・ガリーナを含む5隻の、北軍海軍の砲艦が、ジェームズ川を遡り、アメリカ連合国の首都リッチモンドの防御度を試そうと、した。この戦隊は、 水面下の障害物に苦しめられ、ドルーリーズブラフ砲台からの恐ろしく正確な砲撃にあってガリーナが大破した。北軍戦隊は撤退した。半島方面作戦、セブンパインズの戦いまでの概要。図南軍北軍1862年春、北軍のジョージ・マクレラン少将は、リッチモンドに対する水陸共同作戦を発し、モンドを取り出で上陸して、 バージニア半島を北西に進軍した。ヨークタウンの陥落後、南軍ジョセフ・ジョンストン将軍は半島を遡って交代し、連合国海軍の総甲艦 CSS、バージニアのみが、ジェームズ川下流やノーフォークの北軍による占領を妨げる存在だった。5月10日、南軍ベンジャミン・フーガー少将が、ノーフォークの守備隊を撤退させたとき、海軍召喚。 ジョサイア・タットノールは、ジェームズ川をリッチモンドへ向かう浅い水路では、バージニアを航行できないと判断し、5月11日に捕獲されるのを避けるためにクラニー島沖で自沈させた。このことでジェームズ川は、ハンプトンローズにいた北軍砲艦の自由になることになった。川からリッチモンドに接近する場合の唯一の、障害は、リッチモンドから7マイル下流の鋭角な川の、 屈曲部を見下ろすドルーリーズブラフの上にあるダーリングトリデだった。南軍守備隊には海兵、水兵及び陸軍兵がおり、海軍中佐、エベネザー・アファランドとサウスサイド重装砲兵隊、陸軍隊オーガスタス・エイチドルーリーが監督していた。トリデにある大砲は8門であり、野砲もあれば5門の関西砲もあり、そのうちのいくつかはバージニアから引き上げてきたもので、 川の上下流量方向に数マイルを守っていた。CSS パトリック・ヘンリーから持ってきた大砲には8インチ格好砲が含まれ、川のすぐ上流に置かれ、狙撃兵たちが川岸に集合していた。水面下には沈められた蒸気船、杭、瓦礫及び他の船舶が崖の真下に鎖でつながれ、狭い川で艦船の操船を混乱にしていた。 アセスガリーナから発砲するジョン・ F ・マッキー号長5月15日、北軍北大西洋封鎖戦隊の海軍中佐、ジョン・ロジャーズが指揮する文献隊がモンを取り出からジェームズ川を遡り、リッチモンドの防御土を試そうとした。この戦隊には、鉄装交換アセスモニター、アセスガリーナ、スクリュー推進砲艦、アセスアルーストック、外輪船、 アセスポートロイヤル及びに軸スクリュー鉄装甲艦、アセスノーガタックで構成された。午前7時45分、ガリーナが、砦から600ヤード以内に接近し闘病したが、ロジャーズが発砲できる前に、南軍の砲弾2発が、装甲の薄い艦隊を貫通した。戦闘は3時間以上に及び、その間にほとんど止まったままだったガリーナは45発の砲弾を受けた。 その乗組員の報告では14名が戦死、または致命傷10名が負傷という損失になった。モニターもしばしば目標にされたが、その熱い走行で持ちこたえた。その乗組員にとって不幸なことに、搭載砲が川もから110フィートの高さにある南軍の砲台まで打ち上げられなかった。ノーガタックは、その100ポンドパロット市情報が暴発した時に、 交代した。二隻の木製砲艦は大型大砲の射程外に止まっていたので無事だったが、ポートロイヤルの艦長が狙撃兵の銃撃で負傷した。午前11時頃、北軍船隊はシティポイントまで撤退した。ドルーリーズブラフ上の重厚な砦がアメリカ連合国の首都から7マイル手前で北軍船隊の進行を止め、損失は7名の戦士、8名の負傷に止まった。 リッチモンドは安泰となった。ロジャーズはマクレランに海軍がリッチモンドから10マイル以内に陸軍を上陸させることは可能だと報告したが、陸軍がこの観測を自軍の利点にすることはなかった。この地域では1864年から1865年のピーターズバーグ包囲戦の間に再度戦闘があった。ドルーリーズブラフの戦いに参加したジョン・エフ・マッキーコ長は、 開閉で初の名誉勲章受賞者となった。ありがとうございます。